新宿ゴールデン街劇場は東京都新宿区歌舞伎町の新宿ゴールデン街にある劇場。編集プロダクションを経営していたオーナーが長年慣れ親しんだ新宿ゴールデン街に資材を投じて駐車場だった土地に4階建てのビルを新築、その中に演劇人やミュージシャンの育ちの場を作ろうと設立した劇場。舞台は地下1階にある。年月日に コケラ落としが行われ、運営は NPO 法人文化振興サージェント1フロアで客席は約50席。演劇のみではなく音楽、お笑いライブなども行われていた。過去には夢と時間はあるけどお金がない演劇人のために歌舞伎町の清掃活動をすると劇場使用料が無料になる企画や学生の発表の場を支援するために映画、マジック、 落語などの劇場使用料を免除したり、隠しチャリティ公演も行っていて、福祉団体などに売上金を寄付していた。2018年からは、お笑いコンビ、八福亭のメンバーだった秀吉が支配人を務めていた。新宿ゴールン街劇場が入居するビル、2020年。花園交番通りの行動場より、撮影2020年8月末日をもって閉館。 15年の歴史に幕を閉じた。ありがとうございます。